見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。清水健二の微表情学、こんにちは。微表情研究家の清水健二です。10月6日に小室眞子氏及び小室圭さんの結婚会見が開かれました。本日は、小室圭さんの言動を通じて、小室圭さんの心理分析をしたいと思います。分析対象の動画はこちらです。ノーカット、小室眞子さん圭さん会見、結婚は必要な選択、1年10月7日アクセス、表情が強く動いている、表情が抑制されている、言動が一致していない箇所について、その原因に思いを馳せる、耳を傾ける、はたまた、質問を重ねることによって、相手を深く理解することができます。言外に込められた思いや本音に近づくことができます。会見中、圭氏にこれらの表情の特徴が最も当てはまっていると考えられるのは、誤った情報を端に誹謗中傷が続き、眞子さんと圭氏の母親が心身に不調をきたした、という旨の発言をしていた場面です。動画8対4以降、圭氏が次のように発言します。この数年間、誤った情報があたかも事実であるように、扱われ、誹謗中傷が続いたことにより、眞子さんが心身に不調をきたしたことを、とても悲しく思います。私の母も、心身に不調をきたし、仕事を辞めざるを得ない、事態にまで追い込まれましたし、身の危険を感じながら過ごしています。このような苦しい状況にあった私たちを助けてくださった多くの方々に大変感謝しております。圭氏の笑顔に込められた心情、4つの可能性。発言冒頭、この数年間、誤った情報があたかも事実であるように、という場面で、圭氏の口角と頬が引き上げられ、唇が上下からプレスされています。これは幸福表情の抑制です。ネガティブな発言を伝えている中でポジティブな表情が生じており、言動が一致していません。また、幸福表情が抑制されている様子が見られます。なぜでしょうか？ここで質問を重ねることができれば、この原因をクリアにすることにつながるでしょう。しかし、それは叶いませんので、推測します。私が考えた仮説は、次の4つです。1ネガティブな発言を和らげるため良い印象を与えるため3困難な事態に対して余裕に構えているため4一難去ったという安堵感のため以降、それぞれの可能性について考えてみます。